はい、皆さんこんにちは。久しぶりです。犬神と申します。ですね、僕は長い間夏休み中バイトに明け暮れてですね、全然こっちに来てないという感じで、実際自分が何の科目をやってたかすらちょっと危うい状況になっておりましたが、復活でございます。まあ早速ですが数三をやっていこうという感じでございますが、僕はですね、ちょっとまあ塾でバイトをしてますが、やっぱ数三できないですね。演習量が足りないんですかね。微分と積分がよくできないということで、まあこの間極限やったっぽいので微分に入ろうと思います。それでですね、今日は、福井医科大の方から問題を持ってきました。まず読み上げていきますね。まず問いですが、1問目としては P が0から1の範囲にあるときと、あとまあ θ1 と θ2 というのがありまして、これが0と π の間にあるというときを満たす、その P とθ1、θ2 に関して不等式の次のような p×sinθ1 プラス 1-p 倍の sinθ2 が大なり sin の pθ1 プラス 1-p 倍の θ2 であるということが成り立つことを示せる。これが1問目ですね。で次2問目ですが、今度は自然数、2以上の自然数について、まあ、先ほどのような感じで θ1、θ2 から θn まで飛びまして、が0から π の間にあるというのに対して、不等式ちょっと問いますね、こっち行きますが、n 分の sinθ1 プラス sinθ2 プラスっていって sinθn まで足します。大なり sin の n 分の θ1 θ2 でθn まで足しますが成り立つことを示せというのが2問目ですね。で3問目は、まあ、ちょっとさっきまでの不等式とは関係ない感じになってきて、底辺に内接する N 角形が円を中心を内部に含む、ね、含んでいるとしよう。でこの時に N 角形のうちで面積が最大になる時は正 N 角形に限られるよというのを証明してくださいという感じですね。福井課題の問題です。ですね、じゃあ今からそうですね、この問題はちょっと難しいので35分ぐらいかけて解いてもらえるといいです。ですね、さっきのところとかちょっと動画戻って一瞬止めてもらって、どこかに書くか何かして、問題解いてもらえればいいと思います。はい、ではまあ始めてもらって構いません。で終わったらもう僕解説しちゃうのでこのまま聞いていてください。ではもう解説に移ります。はい、よいしょ。はい、じゃあもう早速いきますね。まあ解法としては今回は別解とか作っていません。特に一つだけという感じでいきますね。まず1問目、そうですね、まあ sinθ1 と θ2 でまだいい2つだからいいところなんですけど、こういう時どうするのってちょっと発想を転換してくださいね。不等式が解けるだけっていう時にはまあいろんな解き方がありましたが、やっぱり微分法ということで無難なのは微分することですね。ということで自分で関数を置くんですが、ちょっと置き方が特殊です。さっきの問題文の不等式で出てきた θ1 っていうのを x の関数として見てみます。 sin の px ですよ、 θ1 ではなく x にするプラス 1-p 倍の θ2、 ここはちゃんと θ2 で置いてやる。で不等式の大きい方から小さい方を引きたいので p 倍の sinx マイナス 1-p 倍の sinθ2 という形にします。でこの時にまあ普通に微分してやってください。増減表書きたいんですよね、この後でダッシュつけてあげて、まあ解けば p の cosin px プラス 1-p 倍の今度 θ2 でマイナス cosinx が出てきました。これが0になるポイントをきっちり自分で押さえてやれば増減表は書けるはずです。で増減表書いてあるとこんな感じ、 θ2 がきっちりど真ん中に来るよという感じですね。でこれもこうふーっと一回下に下がってきて、それで終わりなので最小値が明らかにここですね。ということで fx は最小値を見ると f の θ2 だよっていうことが分かって、しかも案外ねこれ入れると0になるということで綺麗に収まります。ということで最小値が0なんでね、いつも通りの不等式の解き方ですね。微分を使っていれば psinθ1 プラス 1-p 倍の sinθ2 が大なり sin の pθ1 プラス 1-p 倍の θ2 になるよという感じですね。でここで一つちょっと書いてないですけど、本当はこれで統合成立はいつなのって言って言うと、やっぱりここ θ2 ですよね。 θ1x において θ2 入れたんですね。ということは最初になるのっていうのは θ1 と θ2 が同じになった時ですよね。これを一つここで、まあ、自分の中で持っておいてください。それがここから大事になってきます。でまあちょっと整えに1は終わりましたが、2番が大切なので次いきます。
じゃあ2番ですね。ですね、 N って自然数だとか言って2からスタートしててちょっと気持ち悪い感じですけど、まあ、自然数で揃っていて不等式証明って言ったら意外と機能法って思いついてくれる人は多いんじゃないかと思うんですが、ちょっと形が特殊なのでここで機能法使ってやろうって気になるかどうかは別ですね。で、じゃあまあ早速機能法でいくんですが、 N が2以上の時で、ここでまあそうですね、 P1、P2、 そうですね、さっきまあ、さっきの1問目の P ってありましたよ、ね、あれと同じような感じでまたこうやっていっぱい P を置いてみます。今度は P1 から2からつって N まで取ります。 N までやってあげてください。で、これが0より大きくて、しかも P1 プラス P2 プラスで全部足すと1になるよっていうのを1回自分で書いておきます。カッコ1の不等式っていうのはこっから先の問題の導出において、かなりのヒントになっています。あの形をそっくり写し込んでやるっていうのがこの問題の大事なところです。で、この条件においてまあ何が欲しいのってちょっとシグマでまとめちゃいましたけど、シグマはね、 i の1から n、 i にしました。で、 pi のサインシータ i 大なりサインの中がシグマですよね。i が1から n 前の pi サイン、シータ i ですね。で、これを満たすのが欲しいなって、まあ一応これをね、ちょっと米印で置いときましたが、成り立つことを数学的の方を用いて表すという感じですね。で、まあいつも通りやっていけば最初の数字からいけばいいので、まあ1番として n が2の時って言うんですが、2の時の値ってもう括弧教えてましたよね。ということで、もう括弧1より不等式 OK ですって書いちゃえば終わりです。で、2番いきましょう。2番はまあ n が k の時成り立つの成り立たないのっていうので仮定してやるんですよね。だから仮定するとします。本当はここで仮定してこうだって1回書かないといけないんですが、ちょっと足りなかったんで書いてないです。で、まあ、仮定しました。で、するとですね、次考えないといけないと K プラス1ですよね。だからここで P の値もちょっと幅を広げてあげます。で、まあ先にカッコつけちゃったんですけど、まあこれは後々大事になってくるので先につけときました。 P1 たす P2 たすで、これ P の K プラス1まで足しますが、1っていうのを条件として置いといてください。で、これがあるっていうことを前提にして N が K プラス1の時を考えます。ですね、はい。で、ここからが重要ですね。 K プラス1の時、さあどうやってやるんだ。いつも通りになんかどっかで何でしょうね、三角関数の加法定理使ってやる、ん、分数が出てきたぞとか、そんな感じになるんですよ。困りますね。ということでですね、ちょっとこいつはまあやりにくいですけど、ちょっと奇をてらったやり方でやっていきます。サインの、まあ、シグマのね、i が1から k プラス1前の和の pic 対、これが欲しいんですよね。イコール何ですかって言ったら、サインの中を、さっき1番とかじゃねえ、仮定で出してほしいなって言ったのは、仮定で持ってきたのは n 個でしたよね。でも次 n プラス1に1個増えたんですよ。だから、この p1 から p の、k プラス1までっていうのを p1 と p2 を固めちゃって、残りの k-1 個で足して k 個にしようっていう考え方が欲しいですね。で、先に sin の p1 たす p2 でくくって、で θ だけね、 p1 プラス p2 分の p1θ1 プラス p1 たす p2 分の p2 倍の θ2 っていう形にここまで持っていきます。これ p1 と p2 だけですよ。で、残りの部分どうするのって言ったら、もうそのまま残りの部分は i の3から k プラス1の和だけでいいです。で、こっから不等式が始まります。で、どうなるのって言ったら、1番とか、さっきの仮定の部分を使っていけば絶対にできるはずです。で、仮定の部分とかでどうするのって言ったら、こういう部分を前に出すんですよね。だから P1 プラス P2、 まず先にこっちだけ出しましょう。 P1 プラス P2 って出して、 sin の P1、P2、P1、θ1 ってここまで書いて、で、残りの最後の i が3から k プラス1のところ、ここも同じですよ。pi の部分がありますよね。これが前に出てきて sinθ になりますよね。で、これで OK。 で、次どうすんのって言ったら、もう一回ここの不等式がもう一個作れるんですね。そうするとこの中が外に出せる。
P1×P2 でくくってやって、中で P1+P2 分の P1 のサインシータ1と、もう一個サインシータ2の方ですね。で、あと残りの3から K プラス1は放っとくと。で、ここちゃんと潰したら消えますよね。そうすると P1 サインシータ1と P2 サインシータ2だけ残る。ということで、和を出すと一気に1から K プラス1まできっちりこれになるよっていうのが出てきました。これで完璧ですね。ね。で、あと調べてやれば分かりますけど、統合成立っていうのを一応書いてほしいということなんですが、これはね、きれいにね、さっきのカッコ1で言ったのと同じで、全部統合になった時だけですよっていうのが大事なポイントです。はい。で、ここでもしですね、その P の I っていうのをきっちり N 分の1ってしてやれば、ちゃんと N 分のサインシータ1からサインシータなんで2って書いてあるんですかね。ここね、N ですね。ごめんね。N まで足したものは大なりのサインの N 分のシータ1かシータ N の和で表されるよっていう感じですね。ここまできっちり出せるはずです。で、ここまで来たらね、最後は取ってほしいですね。最後いきましょう。よし、いいかな。で、3番は N 角形とか言ってなんか急に関係ないもので出てきたのかとか思うかもしれないんですけど、そうじゃないです。さっきシータありましたよね。やっぱり三角形の面積をくっつけまくっていうのが多角形の面積なんで、そこでシータ使ってやろうとかっていう気になれるといいかなっていう感じで、例えばもう読み上げちゃいますね。 N 角形の頂点を、まあ、XY から XN までしましょう。で、ここでですね、X の N プラス1あんじゃねって言っても1回戻ってくるから X1 いいですよ。で、円の中心はまあもちろん O と。で、角の XIOXI+1 なんか だるいけど、もうシータ I にしましょう。じゃあね。で、この I を1から N まで入れたればいいよってなりましょう。で、半径は勝手に決めて R でも何でも置いといてください。で、そうすると、まあ面積 S ってどうやって表されるのって言ったら、この一つずつの三角形を全部足せばいいんですよね。シグマで表してください。1から N までの和で、2分の1は1って半径の2乗。で、サインシータですよね。で、I なんですよ。で、表せて、ここで、さらにね、このシータ1からシータ N っていうのがちゃんと0から π の間に入っていて、足したらきっちり2分の π になるっていうのが分かっていれば、さっきの2番のやつにそのまま突っ込めるんですよ。で、そうするとどうなるのって言ったら、2分の nr の2乗で、その後 n 分の、で、くっつけた後にサインのシータ1からサインのシータ n まで全部足しますよね、和だから。で、足し切りましたって言って、不等式作ろうと思うと、さっきのシータだけ持ってくるやつがありましたよね。ということで、サインの中身の和です。平均になりますよね。で、2分の nr の2乗をサインの n 分の 2π という形になりますね。で、そうするとこれが最大になるんだけど、成り立つのいつって言ったら全部同じ時でしたよね。だからサイン、この角度のシータ1かシータ N まで全部同じ時、すなわち内角が全部同じ時ということで、これは、正多角形になりますね。うん、ということが分かっていればいいかな。ここまできっちり、まあ2番ができれば3番絶対にいけます。で、2番も1番の 1-P と P の関係に気づいていればそれなりにできるはずです。で、まあ、ちょっと補足ですけど、どうしようかな。まあ、いや、あんまりね、ややこしすぎるからね。凸不等式っていうのがあるんですけど、それにね、近い内容で、これは本当はあります。で、それに深い問題、等高台の問題が1問あるんですけど、それまた今度やりましょう。ね。はい。じゃあ、まあ、今日このぐらいにしておきましょう。まあ、最後まできっちり解けた人は、はい、本当に素晴らしいですね。はい、もうどこでも大丈夫じゃないですかね。はい、じゃあ、今日はこれで終わりです。ありがとうございました。